こんにちは、北原いたるです。今回は大作曲家の作品を改編して台無しにする方法を皆さんに伝授したいと思います。名曲を台無しにする方法を3つのポイントに分けて紹介したいと思います。ということで早速1つ目、違うスタイルの音を混ぜることで台無しにできるっていうことですね。音楽には様式、すなわちスタイルがあります。スタイルは時代や作曲技法等によって区分されています。スタイルの統一感が欲しい音楽で違うスタイルの音を混ぜてしまうと音楽が台無しになってしまうんです。それをバッハの平均律クラビア曲集1巻の4番のプレリュードで紹介したいと思います。まずはこの曲の冒頭3小節間を聴いてみましょうか。瞑想的な音楽ですね。今日はこの冒頭を台無しにしたいと思います。そしたら私が改編して台無しになったバージョンを見てください。この下の段の楽譜ですが、これも聴いてみましょうか。原曲の雰囲気が失われてしまったのを感じられたでしょうか。変更したのは3箇所で、特に赤く囲ってある音がポイントとなります。バッハの平均律クラビア曲集はおおむね弦楽様式と呼ばれる様式で統一されています。この様式の特徴は異音を使用しないことにあります。改変した楽譜の赤く囲ったこれらの音は全て異音なんですね。こういう音は弦楽様式では本来出現しないわけです。ロマンティックな性格を持った異音が割り込むことで、その箇所だけ非常に自己主張の強いフレーズになってしまって、バロック音楽特有のなだらかで平安な音楽の世界が崩れてしまうわけなんです。その作品が持っている統一感や品格を貶めたいなら、違うスタイルの音を無造作に混ぜるのがおすすめです。続いて2つ目の音楽を台無しにする方法を紹介します。それはネタバレですね。今回は和声におけるネタバレを紹介したいと思いますが、小説や映画、漫画におけるネタバレって最低ですよね。それは音楽においても同じなんです。それをベートーベンの悲愴ソナタの第2楽章で紹介したいと思います。まずは冒頭の4小節間を聞いてみましょう。この4小節間の素晴らしい点は、計画的に設定された和声です。1、2小節目は1と5の交代、または1と属7の交代でシンプルな作りにして、3小節目で和音交代の頻度を高めてます。8分音符単位の和音交代にすることで緊張感が走ります。そして続く4小節目で5の和音に落ち着くというように、この4小節間で和声による物語が作られていると言えるわけです。中でも私が特に重要だと思うのは、3小節目の2拍目裏のこの和音です。これは5度調の5の和音、これを5度5度と言ったり、ドッペルドミナントと言ったりしますが、これの属7二転の形を使用したものなんですね。5度調の5度は借用和音の一種で、借用和音はこの4小節間ではこの1箇所のみに使われています。つまりここが最も緊張感の高まる瞬間になるように計画的に和音設定がなされているわけです。さあ、これからこの音楽を台無しにしていきましょうか。以下の楽譜は原曲の和声の魅力を激減させています。さあ、この私の改編楽譜を弾いてみましょうか。
今 1,2 小節目の和声を改変しましたが、この改変した和声も技術的にはおかしいわけではないです。不可能なわけではないんですが、何がまずいかっていうと、ここですね、1小節目の2拍目で5度調の5度の俗七三点の形が使われています。この響きってもともと3小節目の最後に鳴らされる印象的な響きでした。これを1小節目で鳴らしてしまうと3小節目の劇的効果が薄れてしまいます。3小節目で初めて鳴ってほしいのに1小節目ですでに鳴ってしまったら、これネタバレなんですよね。これをやっちゃうと決め台詞が決まんなくなっちゃうんですよね。だから和声におけるネタバレは音楽をダメにするわけです。聴衆の期待を裏切りたかったら、印象的な場面の前に同じ響きをすでに配置してしまうのが良いと思います。それでは最後の3つ目の手法を紹介すると、コンセプトの破壊ですね。多くの音楽作品にはコンセプトが設定されています。その音楽が従っている制限を破ることで簡単に音楽が台無しにできるという例をショパンのプレリュード4番で解説したいと思います。そしたらまずは原曲の冒頭を聞いてみましょうか。素晴らしく独創的な音楽の始まり方です。この商品にはいくつかのコンセプトがあって、今回は和声に関わるコンセプトに着目します。するとまず冒頭が1の1点で始まるというところですね。曲の開始和音は1の基本形が基本なんです。1の1点で始めることで不安定な冒頭の響きを作っています。そしてそれに続く和声は半音階加工が徹底されており、気だるい悲しみの雰囲気をまとっています。さあ、この名曲を台無しにする時間がやってきました。以下の私が改編した楽譜をまず聴いてみましょうか。原曲の持っていた魅力がほとんど消失してしまいましたね。原因は先ほど挙げた和声のコンセプトを破壊したことにあります。まず冒頭を1の基本形にして安定した響きで始め、続く和声では根音をバスに配置することでバスの半音階加工を中止してきっぱりとした和声に作り変えました。こうなると使用している和声の骨格は共通なのに、原曲とは似ても似つかない様相になりますね。その作品が持っているコンセプトを破壊することは音楽の魅力を転落させるのに有効なんです。さて、今日は音楽を台無しにする方法を3つ紹介させていただきました。ここまでこの動画を見ていただいた人の中には、私がこの動画で伝えたいことを感じ取ってもらえた方もいると思います。いい音楽を書くには今回伝えた手法の逆を行えば良いということですね。すなわち、まずスタイルを統一し、違うスタイルの音は混ぜない。そして次にネタバレを避けて重要な場面を印象的に聞かせる。そして3つ目が、曲のコンセプトを尊重し制限を破る音は書かない。これらを守ることでより魅力的な作品が書けるようになると思います。興味があれば大作曲家の作品がこれらのルールを守ってるかなって分析してみるのも面白いかもしれないですね。というわけで今回はこれで終了です。どうもありがとうございました。